花芽か小株かわからないっていう場合はどうしたらいいかっていう質問結構いただくんですが、うん、花芽の場合はすごいスピードを速くバーッ、はい、こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい。なんか今日晴れてないのにめちゃくちゃ暑くて。めちゃくちゃ蒸し暑いね。湿度がすごいね。なんか梅雨って感じだよね。うん、夏っていう感じ、うん。なんか夜とかでもお散歩してて暑いもんね。うん、すごい暑いです、今日は。あ、多肉もきっとちょっと息苦しいんだろうね、この時ってね。湿度がいっぱいでね。あの、この間、葉に水泡ができる話してたでしょ。うん、あれ、自分の大型エケベリアを見たら、あ、ムーンリバー見てたら、うん、ムーンリバーにちょっとポコポコできてきてて、うん、ポコポコができてきたら自分では水を控えなくちゃいけないなっていう、うん、そういう風な目安にしています、はい、で、あと最近ちょっと質問が多いのが、うん、大型エケベリアの、うん、まあ、2代目もこれ言ってたんだけど、この間でも答えたよね、うん、花芽、うん、こういう花芽の質問、うん、花芽か小株かわからないっていう場合はどうしたらいいかっていう質問結構いただくんですが、うん、花芽の場合はすごいスピードを速くバーッと登ってきます、うん、で、大型エケベリアって最初ここに出たうちって小株か花芽かわからないような見た目をしてます、うん、で、だんだんね、こうやってほら隙間を出して伸びてってしまうんだよね、うん、だいたいこの葉と葉の隙間から出てくるこう芽っていうのは花芽のことが多いです。小株の場合は結構下の方から出てきたりすることが多いかなっていう気がします、うん、でも、まあ、他のエケベリアでもそうなんだけど花芽を装ってこっから小株を出すものもいます、うん、あのエボニーとかでも前あったんだけど、前ハオルチア、インスタか何かにアップしたんだけど、うん、ハオルチアでもやっぱり子供がここについてるものがあって、うん、あったね、そうやって花芽を装って小株を出す場合もあるので、うん、あの先にもし切っちゃって、うん、このまま保管しておいてもらってもいいと思います、うん、で花芽を切ってしまう理由っていうのはやっぱり親株自体のこの体力すごい使うことなので、親株自体がやっぱりこうあまりね、うん、あの水をたくさんあげられないような時期に花芽を出させてしまうと下がどんどん枯れ込んでしまうので、それを防止する目的で花芽を早めに切ってあげた方がいいです、はい、で切ってもこれがね、もし小株だったら、うん、このまま花芽にならずに普通に置いておいても花芽にならずにちゃんとそのままロゼットがどんどんできていきます、うん、で、花芽だった場合は切ったとしてもまたニョキニョキ伸びてくるので、あのそしたら花芽の花芽茎刺しにしてあげたりとかしてあげるといいと思います、はい、ね、だからもうこの小さな時点で見分けるのって結構難しい部分があるので、うん、絶対花芽じゃないって言えないし絶対花芽とも言えないので、うん、まずは体力消耗させないために一回切ってあげるのも手だと思います。で、そこから様子を見ればいいですよね。そう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 、で、もう慌てて植える気でやらないで切らないで、うん、慌てて植え付ける気でやらないで切って、もし伸びてこないようだったら子供なんだなと思って根っこが出た頃に植えてあげてください、うん、ね。でもね、とりあえずは切っちゃうのが一番体力消耗させないコツなので、うん、そういう風にしてみてください。はい。はい。で、あとは何かお知らせあるかな？今日は、うん、ワンダフルデーです、うん。だからポイントアップになってると思います。はい。はい。なのでお楽しみください。はい。昨日はたくさんのご購入ありがとうございました。ありがとうございます。本当にめちゃくちゃ可愛い苗なので、うん、楽しみにしていてください。はい。本当寄せ植えすっごくしやすいです。なんだろうな、自分で今までやってきた寄せ植え結構バランスを考えて寄せ植えしてたけど、うん、そんなにバランスを考えずにもポン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 入れてってしまえれば大丈夫なので、すっごくやりやすいと思います、はい、ね、あっという間に寄せ植えが終わってしまってちょっと寂しいかもしれないけど、でもそれぐらい綺麗にはまりはめ込められる苗なので、うん、ぜひ楽しみにしていてください、はい、今日最後に中サイズのエケベリア、それも見せますので、また可愛くなってますのでよろしくお願いします。はいはい、今日はね、うん、ワンダフルデー、いつも毎月1日は何かしら更新をさせていただいているので、うん、7月1日、今日は3プラス1を更新しようと思ってます、はい、3プラス1のカテゴリーは、うん、そういうカテゴリーページが3プラス1っていうカテゴリーページがあるので、各3プラス1商品のところにリンクで貼り付けてあります、うん、そちらのカテゴリーの中のものを、例えば同じものを3つ買わなくても違うものをよりどりで買っていただければ、
一つプレゼントないがサービスっていう形になります。一、うん、個だけ買ってもいいんでしょ？うん、一個だけ別に。全然いいよ。うん、三個買っていただけると一苗プレゼントなので、一苗購入の場合はプレゼント苗はつきませんが、一苗でも全然購入は可能です。うんはい、ね、あの欲しい種類がそれしか今ないっていう時は全然一つでも大丈夫です。うん、ただ同じ苗を3つ買わなくても全然 OK です。例えば3プラス1に入っているプレミアムミニ苗を同じもので3個買うんじゃなくても、うん、プレミアムミニ苗と新ミニ苗と何か単品の苗1つみたいな感じでもサービスの対象になりますので、はい、そんなような感じでよろしくお願いします、はい、もちろん同じもの3つでも全然 OK です。はい、はい、よろしくお願いします。なんかでね、質問で、うん、あの昨日売り切れちゃって、うん、ミニ苗だけで買えませんかみたいな質問が確かあったんで、うん、買えるよね。うん、3プラス1にね、うん、それは掲載させていただいております、うん、また今日はあの概要欄に3プラス1カテゴリー の概要欄に貼り付けておきますので、そちらからご覧ください。はい、はい、じゃあ今日は更新する商品はこちらです。はい、今写真撮影、なんかでかいね、みんなでかいんだよ今回、うん、ちょっとこうね、迫力のあるものを3プラス1に更新させていただこうと思っています。はい、でまずね、これはトスカネリとガルシアなんですが、トスカネリとガルシアは、うん、あの B 品です、はい、で B 品といってもこう葉先の折れ、あとかさぶた、うん、こんな感じの B 品です、はい、ね、あの腐ってるとかそういうんじゃなくて、うん、本当に見た目にちょっと難がある感じの、昔で言ったら訳あり品みたいな感じだね、うん、ただすごい大きい苗の訳あり品になります、うん、ね、こんな感じでかさぶた、傷、あと外側から見ても多分ね、花芽を切った時にハサミで輸入の時に傷つけちゃってるんじゃないかなっていう感じです。根っこはボーボーです。で枯れ葉はね、ある程度処理してから送らせていただきます、はい、ね、すぐに植え付けて水やりをしていただいて大丈夫です。まずこれがガルシア、はい、トスカネリはちょっと爪が弱い方です。これね、紅葉するとまた差が全然出てきます、うん、ガルシアはすっごい赤くて綺麗になります、はい、でトスカネリは爪がもうキュンキュンとなって痛いぐらいの爪が出てきます、はい、今もね、新芽のところすごい鋭い爪が出てるんだけど、うん、トスカネリの爪はすごく痛いです枯れ葉を取るとき注意してください。はい、そんな感じで1個目がトスカネリとガルシアです、はい、で次がこれが、この真っ赤っかな品種がドリームブルーです、はい、ね、ドリームブルーはこんな感じで赤い品種なんですが、大概の苗はこれぐらいの大きさなんですが、うん、苗の開きとかじゃなくて特になんかたまに大きいのが入っていますなので置き場所の問題であんまり大きいのはっていう方は、あの普通のサイズでお願いしますとか書いていただけると大変助かります。ただね、ほとんどのサイズがこれぐらいだと思ってください、うん、ね、今小ぶりなものを持ってきたので、これよりね、もう少し大きいんだけど、ほとんどのサイズがあえてちょっと小ぶりなもので見ていただいてます、はい、ね、赤くてすっごい綺麗な品種です、はい、重さはすごい重い、うん、リンゴとこっちはメロンなんでそんな感じの重さです、はい、すごくしっかりしてて大きいです。一応大きさ測ってみてるね、うん、よいしょ、大きさがこんな感じです。だいたいこの今だいたいこれぐらいですって言った大きさが10センチから11センチぐらいの大きさになってます。また水分のこれね、抜け具合で大きさも変わってくるので、うん、発送するまでに少しまた水分が抜けて若干はね、ちっちゃくなると思うけど10センチ以上はあると思ってください。12センチぐらいあるね、こう見るとね、うん、12センチぐらいです。で次がこれがブルーライト、うん、自分の中で夏ぜひ育ててほしい品種ってやっぱりこういう青い系なんだよね、うん、青い系のエケベリアってでっか、その寒天こうは寒天とかもそうなんだけど、うん、すごい涼しさがあるんだよね、うん、ブルーライト、あとはネオンライトとかカンテとか、あとは何だろう、何かあった、ハクレンとかクリスペートもそうだね、うん、すごいね、この水色系って夏他のものが真緑にこんな感じでなっちゃう中で、うん、水色になってくれるエケベリアってすごく新鮮なんだよね、うん、なので自分ではもともとね、こういう系大好きだからあれなんだけど、サブセシリスとかもそうだね、うん、すっごい爽やかで綺麗です。で結構このブルーライトも大きさが結構大きいです、うん、今ねこれこんな感じで開いてるので、だいたい
結構開いちゃうと15センチぐらいになります、うん、でブルーライト、ここから紹介する大きな商品もそうなんですけど、輸入の時にこうやってちょっと外場に欠けがあったりはします、うん、中心すごく綺麗な状態なので、あの普通のね商品として販売をさせていただきます。で根っこももうしっかりこんな感じで出てきてくれてます、はい、このまま植え付けて水やり開始しちゃってください、はい、でブルーライトね、はい、次これ自分で超気になっちゃってちょっと輸入しちゃったんだけど、スタームーン、ハートディライトとも違うし、うん、ウエストじゃなくて、レインドロップとも全然違う感じ、うん、なんかね大型のハートディライトみたいな感じかな、うん、バンプがすごくよく出てて葉もすごい肉厚です。なんか大型エケベリアにこのレインドロップとかハートディライトとかをかけたんじゃないかなっていう感じ、うん、あの中心の感じの肉厚さがやっぱりハートディライトとか、うん、レインドロップとかとは全然違います。すごく肉厚で肉肉しい感じのバンプの、ね、出るタイプのエケベリアです、はい、どこまで大きく育つかがちょっと楽しみで、初めて輸入した苗です。でこれもやっぱりこう輸入の時にどうしても外葉にこんな感じで傷がありますが、それだけご了承ください、はい、ね、これはもう結構みんな傷があると思ってください。こんな感じでね、うん、根っこはまだ出てないかな。でもすぐ出ちゃうと思うこのタイプは、うん、ね、このタイプ全然出ちゃうので、もう根っこ出たら植え付けて水やり開始しちゃってください。はい、はい、次がこれがねモンローだよね。モンロー、うん、めっちゃでかいんだよこれも、うん、あの手が大きいからそんなに大きさ感伝わらないと思うんですが、大きさ的に15センチ、これは15センチぐらいだね、うん、だいたいこれぐらいの中間ぐらいの大きさで持ってきました、はい、なのでモンローはねそんなにたくさん数がないので、そこだけご了承ください、はい、あの特大苗が好きな方、今日はすごいあのいいものがいっぱいあると思うので、うん、でやっぱりいつも言ってるんだけど、こう苗って大きくなればなるほどやっぱりその分時間を使ってこう大きくなっていってるので、うん、細かな傷とかそういうものはついています、うん、そこだけご了承ください。本当にプラスチック製品じゃないので、それぞれの個体にねいろんな細かな、そこまでこう成長してきた証のような年輪のような傷がついています。ほらこれなんかこういう感じ、ちょっとしたね、うん、こんな感じでついています。そこだけご了承ください。はい、はい、もう根っこもボボーだ。ほらこんな感じでもう植え付けて水やり開始しちゃって大丈夫です。でこういう大株っていつもこう中にこうへこんじゃってる感じ、葉っぱの中に付け根がへこんじゃってるものって植え付けるのすごく大変だと思うんですが、うん、用土、いつもの用土を入れてもらって、表面にうっすらもうあの鹿沼土とか入れてあげてください。低い石とかね、はい、でここの部分が蒸れないようにちょっとこんな感じでこんもり土を盛った状態で植え付けてあげると、ここのところがちゃんと土がはまるようになるので、うん、そんな状態で植え付けをしてあげてください。はい、これはモンローね。はい、で今回目玉、はい、これはすごい、ここまで綺麗に入ってる麩が入ってるチワワ初めて見ました。すごい綺麗に入ってます。でこれ、これだけが特別入ってるんじゃないっていうのをちょっと見せようと思って、うん、あのトレーで持ってきたんですが、まずでもちょっとサイズ感、はい、一つ、あーごめんね、はい、一つのサイズ感がだいたい6、7センチだと思っていただいていいかな。こんな感じ、ちょっと下に定規が入んない、端から端までで言ったら8センチぐらいあるんだけど、水がね抜けてしまったことを考えると6、7センチで考えてください。結構しっかりした大きさだよねこれね。うん、そうだ ね前に販売させていただいたチワワはここまでくっきりあの錦が入ってませんでした、うん、でここまで綺麗に入るのって結構難しいんだよね、うん、チワワとかって結構偏ってこう錦が入る場合はあるんだけど、こんなにくっきり入ることってなかなかないです、うん、そしてまだね、これ何ケースもあるんだけど、とりあえず1ケース持ってきました。こんな感じ、みんな見てもらってわかると思うんだけど、こんな感じで綺麗に錦がみんな入ってますね、はい、こんな感じです。全体こんな感じ、ほらすごい綺麗じゃない、うん、育てたいでしょこれ、うん、で千代の錦ってね意外とね弱くないんです。でただね弱くないんだけど、葉差しで全然増えないから錦がね、うん、普通のチワワとしては出てきてくれるんだけど、葉差しで全然出ないので、多分そういう理由もあってなかなか全然流通しないんだと思う、うん、ね、こんな感じです。すごい綺麗、
そうみたいじゃん、作り物みたいじゃない。そうだね。ね、麩の入り方はいろいろね、それぞれ個体差があるんですかね、うん、こんな感じでいろいろありますが、はい、ここはランダムで送らせていただきます、はい、ね、これすごい本当目玉品です。今回こんなに綺麗に入ってるの見るとなんか一ケース全部欲しくなっちゃう、うん、ね、こんな感じ綺麗だよね、ほら綺麗じゃない、うん、あ、これも綺麗、ほら入り方が、うん、ね、くっきり2つに割れててすごい綺麗ね。なんか黄色っぽい錦もあるんだね、ほら白っぽい錦といろんなタイプがあります、うん、ね、こんな感じで今日はチワワの錦も更新させていただきます、はい、でそれからもう一つ、さっきもこっちに置いちゃったモノセロティス、モノケロティスの錦、はい、モノケロティスって言ったりモノセロティスって言ったりね、うん、いろんな言い方があるんだけどモノセロティスの錦で、ね、英語のあれだよね、そうそう、 C を使うとさ、うん、そうなんだよ、セって読む人とセって読む人がいるんだよ ね、うん、ね、なのでどちらかで流通してると思います。どちらでも流通してるかな、うん、こんな感じで麩が入ってる感じです、はい、これも今回目玉品です、はい、ね、こんな感じでね、うん、結構昔にこれあったんだけどなかなかその後見ることがなくて、そうだね、久々に見たよね、うん、久々に見たなと思って自分のもね、うん、ずっとうっすら麩が入ったままそのまま、うん、あの成長してます。で全然弱くないんだけど夏虫がつきやすいので必ずベニカスプレー月に一度とかでいいので散布してあげてください、はい、ごめんなさい、はい、そんな感じで、あともう一つ、うん、はい、最後今回、うん、いろんなセット品で大型イケベリアをセットで付けさせていただいて、うん、結構 B 品が出てしまったので、うん、その B 品をランダムっていう感じで、うん、販売させていただきたいと思います、はい、今回 B 品が出てる苗の種類が7種類かな、うん、7種類出てるので、うん、7種類までは、うん、違うもので送られるのか、うん、8個とか購入いただいてしまうと一つかぶりが出てしまうかな。ただね、全部の種類が均等にあるわけじゃないので、うん、そうだね、でもできるだけね、ちゃんとかぶらないようにね、させていただくので、もしかぶってしまうようなことがある場合は連絡をさせていただきます、はい、ね、B と言っても本当に葉の欠け、うん、こんな感じ、外葉の欠け、うん、ちょっと欠けてるね、うん、こういうとこね、うん、ね、あとは若干の徒長、うん、こんな感じ、あとこれ葉折れだね、これはね、うん、でも根っこがボーボーで、うん、このまま1回とりあえず植えちゃって大丈夫です、うん、で秋になったら仕立て直してあげるっていう風にしてあげるといいと思います、はい、それからこれはこう葉の傷だよね、きっとね、うん、多分ね、あとはね結構今乾燥してるから分かりづらくなってきたんだけど、うん、輸入したての時って結構バキッと折れちゃってて結構痛々しい傷のものが弾かれちゃってたりするので、うん、今はねそんなに傷が目立たないものも多いです、うん、あとはちょっとなんか葉がシミが多い、うん、ね、とかなんかこれなんかは何が B なのかわからない間違って入っちゃってるんじゃないかっていうような感じ、うん、だよね。ね、あとはさ、B だった葉っぱの部分がもう枯れて落っこっちゃってるっていう可能性があるんだよ、うん、ね、一番外葉だった場合ね、そうそんなに B 感を感じない感じです、うん、なのでこの B のなんと大型のエケベリアはランダムになりますのでこれがいいっていうちょっとご希望には受けたまわれませんのでそこだけご了承ください。はい、はい、こんな感じかな、うん、はい、この今紹介したものは今夜21時に3プラス1のカテゴリーで更新させていただきます、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。暑いでしょ。暑いね、すっごい暑いよね、うん、蒸してる。最後に、うん、中サイズのエケベリアだけ見てもらっていい、うん、すっごい可愛いから、はい、はい、すぐそこだからこっちかい、うん、こっちでいい、うん、こんな感じで、今こんな感じです。めっちゃ可愛い、これ面白い色してる、ほら本当だ。何これ、腐ってるわけじゃない、じゃない、腐ってない、何も。へえ、これも見て、こんな感じ、うん、とかこんな感じとか、よく言うミニ苗みたいに小さいとかって多分こういうことだと思うんだよね、うん、でもミニ苗にはこういう種類入んないんだよね、うん、あとは小さ
さいのだから、ミニライに同じ品種が入ったとしたらそれはもう絶対ちっちゃいからね。そう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 、これよりは、うん、そう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 、同じ品種で比べればね、こういうのとかも多分ミニライのアガボ系のとかと比べるとすごい、うん、ほら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 、これミニライ、こっちミニライ、うん、こっちはさっきチューベリア、うん、でこうやって大きさがそんなに変わんないものもあるんだよ、うん、だけどやっぱり種類がミニナイにはこれって入らないものなので中サイズのエケベリアに基準されています、うん、めっちゃ可愛い、見てこんなに赤いんだよこの時期で、うん、ね。あとはこれも何この色可愛いんだけど、アイスグリーンに似てるけどちょっと違うね、うん、種類がね、うん、可愛い。でもやっぱりこういう系好きだな、うん、あれさ、レッドベルベットかと思ってたけど最初、うん、あのブルーピーコックっていう種類だと思うんだよね、すごい可愛いね、うん、これあ、こういうのも好き、すごい、これすっごい綺麗なんだけど、見て見て、氷みたいに、うん、氷砂糖ね、みたいじゃない、うん、すごい可愛い。こんなんでまた寄せ植えしたら可愛くなるよね、うん、こんな感じとかこんな感じとか、本当にまだね今すっごい発色いいです。で届いて植え付けてしまうとやっぱりこう色冷めてしまうけど、やっぱり寄せ植えしてすぐの間でもすごくこう楽しめると思うので、なんか逆にこう青々してるのが新鮮なんだけど今一個だけこれが入ってた、すごい可愛いんだけど、これはこれで、わあ、これ何、これ可愛いね、うん、これとは違うよね明らかにね、うん、超可愛いんだけど、こう群生系のものはポキポキ折って使ってもらえればすごく使いやすいです、はい、かわいい、なんか松ぼっくりみたい、ホワイトカレー、あでも全然硬いから、そうだね、ホワイトカレーのアガボ系って感じだね、うん、なんかこれがすごい気になる、可愛くて超可愛い、わっこんなのもいる、かわいい、超かわいいんだけど、うん、ね、こんな感じで中サイズのエケベリア、今のラインナップはこんな感じになります、はい、うん、ね、暑いんでしょ、あすごい回せがね、そんな感じです、うん、はい、はい、じゃあ今日は21時に更新しますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。スクラッチ楽しかったっていう声が聞こえたね、うん、結構ね多かったね、今日からまたしばらく入れさせていただこうかな、うん、7月1日のご注文から、うん、ね、あのスクラッチカードがある限りとりあえず入れさせていただこう、1週間とか決めようか、うん、そうだね、7月1日から7月6日まで、うん、七夕で7日までにしようか、1から7までの間はまたスクラッチカードを入れさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんかその場で当たったから面白い、なんかそれはそれ当たりが出てワクワクして楽しいとか言っていただいて、うん、結構ご好評いただきましたのでこのまま継続させていただきたいと思います、はい、1日から7日までの間に1注文につき1枚入れさせていただきます、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はいはい、じゃあそんな感じで大丈夫ですか、はい、はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、はい、よろしければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします、ありがとうございます。